今日未明恵庭市のアパートで男性2人が刃物で切りつけられるなど襲われて怪我をした事件で現場から逃走していた男3人が確保されました現場付近を警戒中の警察官が3人を発見し確保したということです警察は3人から事情を聞き容疑が固まり次第逮捕する方針です 恵庭市のアパートで男性2人が刃物で切りつけられるなど襲われて怪我をした事件で現場から逃走していた男3人が確保されましした。速報でお伝えしました。